はい、こんにちは。日本改革徳澤です。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。ご夫婦で別々に、ご入金くださるというですね。いつもすいません。小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、としなが様、まさゆき様、ご支援ありがとうございました。こちらの方々は、キャッシュカードで毎月、ご支援くださるですね。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。外戦その他、デモとかですね、今の気候じゃ、ちょっと倒れてしまうので、しばらく控えておりますけれども、ちょっと涼しくなってきましたら、また再開いたしますので、その時はメール党員さん限定でお手伝いお願いしようかな、普通に告知すると妨害くからな、なんて、考えております。最新データ財務省発表、生徒1人に対して小学生は年間84万8000円、中学生は年間97万9000円、約100万円ですねの税金が義務教育に投入されているという財務省発表。これにはですね、校舎の建設や、今はね、少子化で新しく学校作るなんていうのも減った、っていうか、ないんじゃないかって思いますけれども、校舎の修繕や、学校の備品買ったり、部活動で楽器買うかなんていうですね、あれか、バット買うか、グローブ買うか、サッカーボール買うか、なんていうのも全部含めての、給食費からね、全部含めて、給食費は取られるのか。でも、豊島区ではですね、給食費はですね、取ってたんですけれども、材料費だけもらってました。給食センターで、働いてる方の人件費とかは、豊島区が出してあげてて、材料費だけ、一食、250円とか、そんな感じでね。その他もろもろ全部含めてだが、結構な金額ですよね。小学生で85万円、中学校で98万円、約100万円。小中学生ね、しっかり勉強せえよ。こんだけ金かかってんだから。学校でもですね、お前らにはこんだけかかってんだぞ。勉強して立派にしたねえねえって、具体的な金額を教えろ。ね、したら、ユタポンみたいな、登校拒否中学生とか出てこない。あ、そんなに金かかってんのか。じゃあ一生懸命やんないとな、いう考えにもなるかもしれないんでね。義務教育は日本人の義務であり、大きな権利であります。外国人にも同じ学費や待遇で与えるごとに大きな疑問を持っております。こんなに金かかるんだから、外国人にも与えなくちゃいけないの？同じ条件で、疑問に思っております。普通に公立通ってますもんね、外国人の子供もね、都内だと電車でよく見ますよ、ハーフらしき、多分黒人と日本人のハーフらしき顔立ちの、あと色の、背すごい高い、すんごいスタイルいい女の子とか、高校生、よく見かけます、日本国籍のハーフの子は、ですよ、義務教育受けてください、小野田紀美さんみたいな人だったら何にも文句言いません。私はただ義務教育にこんだけ金かかってんだぞ、当たり前のように外国人が普通に受けて恩恵受けてんだから、ちっと感謝してもらえないかなというようなことが言いたいだけであります。産経報道、埼玉県川口市で今月初め、トルコ人、少数民族、クルド人ら約100人が病院周辺に殺到、機動隊が出動、救急の受け入れが約5時間半にわたってストップしていたことが30日分かった。同病院は埼玉南部の川口、戸田、蕨市の3市で唯一命に関わる重症患者を受け入れる3次救急病院に指定されている。何それ、クソ迷惑。その間に急病になっちゃった人どうすんだって話ですよね。いわきにもありました。いわき市立共立病院っていう大きなとこ、とにかく夜間でもやってまして、私も担ぎ込まれてですね
26歳の時かな、26歳の時に腸専攻、メッケル憩室専攻、腹膜炎、腹が死ぬほど痛くて痛くなっちゃってですね、正月に夜中の12時に風邪に込まれて、あ、これは盲腸だっていうことで、すぐ腹切られて、で切ったところで、あ、これはメッケル憩室だ。メッケル憩室ってなんかあれだって、腸ってこうなってるじゃないですか。そのまっすぐなあれに、ポコンってこう、ポコンって、こう飛び出てるような、ポコンって、こう、鶏にはあるらしいんですけど、10万人に1人、人間にもあるそうなんですよ。普通の人にはない。私、奇形だった。あ、腸の奇形。そこにですね、食べ物のカスが溜まってですね、それ穴開いて、七転八倒、悶絶。で、正月4日ぐらいに、病院に担ぎ込まれて、いわき市立共立病院。すぐ腹切って、結構1週間で退院とかなってましたけれども、まあ、盲腸だっつってすぐ切られて、腹膜炎だっつってすぐ切られて、まあ、そういうような病院なんでしょうね。市で一番大きい病院みたいな。戸田わらび川口で一番大きい病院が5時間半、救急、ストップしちゃったら、その間救急になっちゃった人、どうすんの？こういうのはフジテレビでも報道しろよ。産経新聞だけじゃなくてさ、富士産経グループなんだからさ。そういえば産経新聞、割とまともな報道すんな、思ってますけれども、他よりはね、他の新聞よりは割とまともだなって思ってますけれども、 NHK スクランブルでもやネット聴取反対でもは堅くなに取材に来ねえね、書きもしねえね、世論です。ほんと迷惑だな。なお地上波地獄で草、こいつらなんでこんなすぐ集まる。フランスの失敗見てなかったか。警察何やってんの、ただ見てただけ。機動隊出動した、あーみたいでありますね。埼玉の機動隊はね、100人ぐらい、おりまして、まあバス2台ですわ。ギチギチ全員出動だとね。川口のフランスか。医療逼迫してんのにこれか。ただの個人間のトラブルで100人わらわら集まるの怖すぎない？ヤクザみたいですね、なんか。ヤクザ、アー同士の構想。立憲共産、こんな時だけ知らん顔と。クルド人男、切られ、病院搬送。クルド人の魔男。魔男が切られ、病院に搬送された。クルド人夫。あ、この病院にいるらしいで。とどめ刺したろう。クルド人夫仲間。手伝うで。クルド人、魔男仲間。病院が襲撃されるかもしれん。駆けつけるで。で、双方100人、合計200人集合したそうであります。産経記事では100人が集まったってなってますけども、双方100人ずつ、合計200人っていうのが事実らしいです。2人が殺人未遂で逮捕。真男を殺すのはいいけど、騒がずやってくれよっていうの。クルド人だけで山奥にでも集まってさ、日本じゃ浮気が発覚したら、双方ね、弁護士立てて話し合うんだから、名誉殺人とか言って殺し合う文化を日本でやんなよなーっていう。日本でやんなよなー。不貞を許すと一族の名誉に関わるとか言って殺人してでも、やめさせるっていうのがあるらしいんですけど、そんな名誉、日本人知らねえよ。お前らの一族の名誉なんか知らねえよっていうですね。救急病院を機能停止させて、日本人に迷惑かけんねえって話ですね。産経記事に間違い発見。在日外国人は現在300万人以上。うち、24万人以上が不法滞在。これは合法滞在の外国人が約300万人で、不法滞在はですね、300万人のうちに入っておりません。だから、全部で324万人いるって感じですね。24万人っていうのはですね、入国したものの出国が確認できていない外国人の総計でしょうね。実習生という名の出稼ぎが年間数千人規模で逃亡してるやつね、24万人ぐらいすぐ到達するでしょうね。入管法改正が効いてですね、自称難民で、申請中滞在が減ってくれりゃいいんですけどね。川口は完全にリトルクルド作られちゃってっから、
外国人滞在税とか本気で考えた方がええぞ、最初は月500円ぐらいから始めてゆっくりゆっくり上げていけばいいんすよ。ゆっくりゆっくりでね、もう川口にはいられない、わらびに移っかなんてことになってわらび市が迷惑かかっちゃうかな。わらびも多いんだってね、クルド人ね。戸田市に移っかなんてことで戸田市、に迷惑かかっちゃうかな。それやったな。マイナカード保険証を使えば日本人じゃないとすぐバレる模様であります。住民票通名、住民票に通名を記載されている場合は本名と通名が併記されます。現行の健康保険証等のように通名のみの記載をすることはできません。必ず本名が出てしまう。してみっと今の保険証は通名だけ記載で、日本人でございって顔できんだなぁ。世論です。これ最高。誰も何も困らんけど。キムさん、お入りください。本名呼ばれて何が困るんじゃ。大部分の人関係ないじゃん。偽名だろ。通名って言い方やめろ。役に立ちましたか？マイナンバーに偽名を紐付けされてたら、それはダメだろ。そこまで本名が嫌なのか。難儀やな。必死に騒いでる人たちの属性がよくわかりますね。腹が立ちましたか？よっぽど小さい病院じゃないと、呼び出しは整理券の番号だし、日本人何にも困んないですね。病院に通名使いとバレるの嫌なら、そういう属性の病院に行けばいい話ですね。つまり外国人に優しい病院。もしくは保険証使わないで全額負担すればいい話であって、病院にはバレっけどね、医者は守秘義務だから喋らんて。社長、社内では本名使ったら社員差別訴える。裁判長、確かに本名は差別敗訴っていう事件ありました、数年前。うろ覚えですけども、うろ覚えなんですけども、確か富士住宅じゃなかったっけな、うろ覚えですけど、この人の本名が差別だって裁判官もひどいよね。この判断ひどくない？本名使えば差別っていう本人も大概だよね。なんでそんなに本名嫌なの、難儀やな。なりすましも貸し借りもしにくくなるし、本名記載で非日本人とバレるし、で、まあ、せいぜい立憲と共産と社民の令和のケツはたいてですね、反対させないとね、大部分の普通の日本人には全く無関係で関心薄いでしょうけれどもね、そんなことばっかり一生懸命ってる立憲共産社民令和はますます支持率落とすよな。ネット上での調査、マイナンバーカード廃止の是非、マイナンバーカードの廃止の是非、賛成プラスどちらかというと賛成 29%、 これは廃止に賛成ですね。廃止に賛成が 29%、 反対プラスどちらかというと反対が 71%。 これもな、ネットじゃなくて新聞とかテレビが調査するとどういうわけか逆転するんでしょうね。なんか恣意的な選択肢をいじったり工夫したりなんかしね。世論、ここまで言っちゃったら後戻りは無理、諦めろ。ふるさと納税やるのに便利ですよ。マイナカードで確定申告がすごく楽。犯罪者と反日野党だけが反対、不正防止に役立つから廃止に反対、マイナンバー制度の延長線上に再入庁の創設があるらしい。とある官僚に昔聞いた話なんですけど、重機カードは経産省が主導してやったんで大ごけしましたけれども、マイナンバーは財務省が主導してやってんで、なんでかんでやっと思いますよって聞いたことがあります。財務省はですね、マイナンバーに熱心な一番の理由はですね、行政手続き簡素化簡便化、でも不正使用防止で医療費削減、でも全然なくて税金の取りこぼしは許さん、脱税許さん、まあこれでしょうね。マネロン許さんとかね。カード廃止してもマイナンバーは割り振られてんだから、反対派はまあ無駄な抵抗ですね。せめて保険証だけは、保険証だけにはってことなんでしょうけど、財務省に勝てっかな。テレビも新聞も国税を操る財務省には
あの頭上がんないし、これあの新聞もですね、つべこべ言うと軽減税率やめっかんな、消費税普通の商品と一緒に 10% にしてやっかんな、今 8% に勘弁してやってっけどって新聞社は脅されてるそうですね。いろいろ握られてる立憲はもっと頭上がんないです。鳩山由紀夫の子供手当脱税から野田佳彦の民団からの献金やら、あとあの菅直人の北朝鮮団体への送金やら、いろいろ握られている、いろいろ握られている、その人ら以外もあの今いる人らもいろいろ握られているから財務省に頭上がんないよって立憲は。現行保険証廃止は止まんないと思うよ。マイナンバーマイナカード保険証への移行は止まんないと思いますよ。本名記載はいやーって難儀なことだな、大変だなあと軽く同情したところで、デイリー新潮記事、繰り返される美少女イラストへのクレーム、クレームに負けてクレーマーに成功体験を与えちゃダメダメ。沼津市にある JA ランスンの西浦みかん寿司太郎、ことぶき太郎かな、の広告に使われたラブライブサンシャインのキャラクターのスカートのシワが性的だと言われたかと思えば、2021年には松戸警察署でのご当地 VTuber を啓発動画に起用したところ、やはり見た目が性的だと指摘され削除に追い込まれた温泉娘やキャラクターのデザインが不適切だとして何度も炎上、その度に、各地温泉が対応に追われる羽目になっている。性的だみたいな、そういうクレームが近年あるっちゅう、世論であります。コラボ周辺ですよ、ズバリコラボ周辺、敵を作って叩きたいだけ、ある種の精神疾患なんだろうな、いつもいやらしいことを考えてるから性的でけしからんってなるんだわ。美青年イラストには何も言ってこないこの手のクレームは全て無視でいい、そもそも声がでかいだけで同意する人も少ない、駅に BL イラスト貼りまくって世間の反応を観察しよう、実在の子供が被害者になったジャニーズの方がよっぽどやばくね。これね、加害者がもう亡くなっちゃってっから、言うだけじゃ、被害者が、の証言だけだと、ちょっと厳しいとこありますね。これがいいってなったらば、証言だけで、証拠ゼロの慰安婦もいいってなっちゃいますから、ちょっとこれね、ジャニーズ問題には、私は触れたくないところでありますね。カニ缶が、旭日旗に見えるパヨだろう、性的な目で見るなってのも極論だよね、そいつの父ちゃんが母ちゃんを性的な目で見たからそいつが存在しているわけであって、深いなあ深いなあこの人、なかなか深いなあ。美少女イラストに文句垂れる界隈の行動原理なんですけど、文化破壊に成功すれば自己の歪んだ破壊衝動も満足できるし、パヨ内の地位も上がって三モニに出れるし、講演会にも呼ばれるし、学術会議にも入れてもらえるかもしれない、公金もチューチューできるかもしれない、こういう連中の仕業ですね。ズバリ埼玉の公営プール水着撮影会を中止に追い込んだのもこういう連中だし、温泉娘にケチつけてひまそらさんつう異常一般人を激怒させて大やけどしてはるコラボさんとか、こういう連中。そういえばニートムの三森の常連でしたね。多額の公金チューチューしてたみたいだし、できてたみたいだし、ニートムのもう呼ばれなくなっちゃいましたね。バレて、いろいろバレて、性的消費が、性的搾取が、一切耳貸さないでいいですよ。合法なんだから、やってることは合法、違法なこと、何もやってんだから、私が気に入らないからやめろっていうのは、普通に営業妨害だから、警察呼びましょうね。営業妨害は、刑事罰は懲役3年以下で、割と重めです。C の独裁23年、代表選やらないのに対して、
小池晃初期局長、長くて何が悪いって開き直ったそうであります。選挙結果は我々全体の努力不足だ、党首だけの責任にするつもりは全くない、炎天下長時間駅に立つ党員が悪いと、それ高齢者虐待じゃないの、高齢者虐待では世論です。もしとっとした比例名簿1位っていうのもずるい、登記に2年ないし3年って書いてあったはずなのに、決まりなんてものはもうどうでもいいんですよ共産党内では、規則なんてないんですよ共産党には、共産党は貴族独裁制だからいいんだよ。安倍さんのこと独裁だのなんだのって言ってませんでした？ダブスタジョーズ、無能な独裁者って一番ダメなやつダメですねこれね、有能な独裁者が一番いいんだけどなかなか続かない、息子になったりあとね猛録したりなんかするとダメだ、有能な独裁者は物事の決定が早くて、有能だからちゃっちゃとね有益な政策を次々打てるし、まあ一番効率っていうか一番理想的なんだけど続かないっていうですね、有能であり続けることが難しい、無能な独裁者が一番ダメ、国滅ぼしますね、衰退させてるのに責任取らないから悪なんだろう、無能が居座るのが悪手だけ、シーカズを引退で共産党ごとなくなりそう、小池独裁で何が悪い、シーカズを委員長就任から現在までの勢力変遷、これ議員数ですね、2000年11月20日委員長就任であります。今年の11月で丸23年ってなんですかね、その時の国会議員数は衆院20名、参院23名でした。独裁23年目、現在はですね、衆院10名、参院11名、ちょうど半分ずつになってんね。衆参ともにほぼほぼ半減、半分ずつ。思ったより、話題になるより少なかったなぁ。今日調べて10人ずつしかいねえのが、わかりましたけど、私が共産党大嫌いで見張ってるっていうのもありますけれども、監視してるっていうのも、だから共産党がすごい活動しているように見えるっていうのもありますけど、私が大嫌いなんで。反映さしといて、隕石、責任取んないから責められてんじゃないですかね。批判や非難を許さない権力者を独裁者って言いますけれども、次は田村智子と委員長。次の委員長ね、田村智子がちょっとやって、まあ田村智子もお年なんで、まあすぐ辞めて、次が山添拓だって、小池晃は委員長になれないって、山添拓委員長って噂されてんですけれども、シーカズオが代表を引いてですね、議員引退。これ不破鉄造以来の伝統だそうで、したら共産党なくなるんじゃねえのかな。不破鉄造現在93歳 X でも混乱必至、共産党に激震が走るのも間違いないですけども、未だにね電話でシーカズオに支持してる、まあ、実際陰性引いてるみたいなんで、不破鉄造独裁、シーカズオ独裁というよりも未だに93歳が独裁してるらしいんで、これの X デーには共産党激震発信だろうな。シーカズオが引退して、不破鉄造みたいに、次の代表をですね、顎で使えるようになるかどうかはわからない。未知数。何せ10人ずつしかいねえから、どうなんでしょうねっていう話であります。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。読んでるだけで頭が良くなります。世間が知れます。情報格差がすごくなります。これ知ってるってマウンティングできます。なのでよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。